シガトキシンシガテラとは、熱帯の海洋に生息するプランクトンが産生する、毒素に汚染された、魚介類を摂取することで発生する食中毒。ギャンビルディスカスとキシカスなどの有毒渦弁ウもモモが原因であることが多い。シガテラの故障は、キューバに移住したスペイン人が、この地方で、シガと呼ばれる巻貝のチャウダー貝による食中毒のことをシガテラと称したことに由来する。 長い間、魚介類の毒化機構は不明であったが、1977年、東北大学などの研究チームは、ウズベンモウソウ類によるギャンビルディスカス・トキシカスが原因物質であることを確認し生態濃縮で毒素を蓄積した魚介類の接触が原因であることを明らかにした。シガテラ中毒とおぼしき記述は、1774年のキャプテン・ジェームズ・クックの航海期にも見られる。 シガテラを引き起こす毒素は、シガテラ毒と呼ばれ、シガトキシン、スカリトキシン、マイトトキシン、シガテリンなどが知られ、類縁体を含めに10種以上が確認されている。ナトリウムチャンネルに特異的に作用し、神経伝達に異常をきたす。シガトキシンは、熱に対して安定であるため、一般的な調理では毒素を熱分解できず、従って、シガテラ中毒を防ぐことはできない。 またこれらの毒素は魚の味に影響を与えず煮汁にも溶け出す。毒素は母乳経由で乳幼児に移行する可能性があることが報告されている。一般に中毒症状は1から8時間ほどで発症するが2日以上の例もある。効果的な治療法は未確率で後遺症の回復は1週間程度の例もあるが重症例では半年から数年程度を要する。日本国内で 死亡例はないが、海外では数例が報告されている。また警備の中毒の場合、受診、報告などもない場合が多く、中毒の実数は多いと見られている。沖縄県での過去10年間の発生件数は33件、患者総数は103名と報告されているが、未報告の患者がいると考えられる。保有生物の一例。 バラフエダイオニカマスシガテラ毒の主な保有生物は、バラフエダイ、バラハタ、ウツボ、カマス、サザナミハギ、ギンガメアジ、オニカマス、イシガキダイ、ヒラマサ、ブリ、ネムリブカなど、400種類以上に上る。食物連鎖によるシガテラ毒の生物の汚宿が原因であるため、バラフエダイ、ウツボ、カマスやブリなど、食物連鎖の上位に位置する魚類が危険である。なお、 毒の有無については、同一魚種でも、地域差や個体差があるとされている。つまり、食物連鎖の上位に位置する魚類のうちのすべての魚種や個体が、必ずしも、しがてら毒を持っているわけでなく、また連鎖の定位にある魚種にも危険な個体が、含まれている。このため、毒を持つ魚の個体を、外見から見分けることはできない。沖縄地方には、 シガテラ毒の海や消失に関する言い伝えがあるが、沖縄県はその言い伝えへ4種を検証し、科学的な信憑性は全てにおいて、否定的な結果であるとしている。魚の部位により濃度は変化し、内臓と消化管内容物には多く含まれる。厚生所通知により、オニカマスは有毒魚として食用が禁止されている。また、都道府県により、 中毒事例のある有毒種を食用としないよう指導がされている。シガテラ毒を生成するウズベンモウモは生息範囲が限られるため、シガテラは特にカリブ海、インド洋、太平洋などの熱帯域、日本では主に沖縄地方で見られる。有毒ウズベンモウモが多く分布する、産後礁で捕獲された魚が特に危険である。コリスク海域での シガテラ中毒発生率は1万人に300と推定されている。日本では沖縄地方が主な発生地であったが、近年では発生域が北上し、本州でも事例が報告されている。これは温暖化に伴う原因プランクトンの生息域拡大によるものと考えられている。本州では、鹿児島県から茨城県までの太平洋沿岸において中毒が発生しており、 千葉県では、勝浦市近辺において水揚げされたキガイの料理によるシガテラ中毒について製造物責任法に基づき料亭に損害賠償責任を認めた事例がある。マウス毒性試験、LC、MS 法、細胞毒性試験法、レセプターバインディング法が利用される。また、免疫学的検定を利用し、捕獲した魚類がシガテラ保有魚か否かを 簡易的に検出するキットも発売されている。ありがとうございます。